皆さんこんにちは、てっちゃん223系キングです。僕は今、これね、南海電鉄の和歌山市駅に来てるんですけど、今回この動画は、チームヒットの、コージさんと、コラボで、ちょっとね、和歌山では有名なとある方にね、会えるっていうことで、そういうね、行きたいと思います。出る？チームヒットのコージさんです。お願いします。詳しい内容はね、チームヒットでも投稿する予定にはしてるんですけど、和歌山では有名な漫画家の前岡哲也さんって方が、なんとですね、今回動画に出てくれるということでね、一応彼がラジオかなんかで、ラジオ の前岡哲也の前回木曜日っていう和歌山放送のラジオがありまして、そこでたまたま自分がメッセージを送ったら出るでって言ってくれて、で、チームの前のアカウントで来てくれた方は分かると思うんですけど、前に出てくれて、で今回その時は平浜だったんですけど、避難の方へ来てくれたんで、今回は我々がご用かっていうことで、せっかくなんで、はるばる来ました。片道2時間以上かけて来てました。はい、今回はね、そういうちょっと一緒にね、臨場して、私たちも行くことにしました。ちょっと今回はね、電車とは無関係にはなっちゃうんですけど、僕和歌山出身なんでね、せっかくなんでいろいろ聞いていきたいと思います。はい、今日よろしくお願いします。これが和歌山市駅の駅舎で、もともとはね、これ駅舎違ってたんですよね。で、おととしかなになって、こんな感じで立派な駅舎になりました。ホテルもね、あるよね。で、快活クラブも、ネットカフェあって、で、こっちがオフィス街だから一日充実できる。もちろん、飽きない。で、車庫も、電車の車庫もここにあるからあるし、で、この建物が和歌山バスの本社、本社というか車庫。ちなみに和歌山バスは南海の子会社です。はい、というわけで、和歌山のラジオ放送のとこまでやってきました。ここがその和歌山放送の本社なんですけど、なんて言いたいですか。はい、僕がいつもよく聞いてる前岡哲也さんの前回木曜日が放送されてる和歌山放送さんです。はい、で正直ちょっと今めちゃめちゃ緊張してます。僕も緊張してます。緊張しすぎやっちゃう。緊張しすぎ。これは皆さん、漫画家の前岡哲也でございます。お願いします。聞いてくれてありがとう。あ、いえいえ、もう楽しすぎて、もうちょっとテンション上がりすぎて、ね、そんな言うてもたら僕もりっちゃんもやりがいがあると思うけど、いやいや、いつもお便りくれててね。あ、そうですね。いやいや、そんなお便りくれるんで、いっぺんまた遊びに来ないよ言うたら、ほんまに来やがって。もう行きますって言ったらもう必ず行きます。いやいや、それ嬉しい。ザッキーのね、YouTube 見せてもらってます。やっぱり和歌山のいろんなとこ行ってね、でいろんなものをこう紹介していく、その精神が嬉しい。そうですね、やっぱりなかなかこのご時世、やっぱコロナですから、なかなか外へ出るっていう機会があんまりなかったりもします。そうやな。で、どうせやったらもう僕らがこうやって発信したら、ちょっとでも宣伝になるかなと思いまして。そうやな。はい、でまたところの紹介やから、行きたなるわね。そうですね。行った気分にもなれるし。そうですね。そう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 。で、今日やったら、ほんまやったらラジオへね、出てもらえたらいいんやけど、そうですね、やっぱり生放送なんで。そうです。なかなか時間枠があるから。そうですね、もう決まった時間の中に、ね、そうなんや。だから、今日はせっかくやから、私から、ザッキーにちょっと任務を与えようと思って。あ、はい、今ね、
あの和歌山市は加の町が、はい、サマータイム連打効果で非常に盛り上がってるという噂を聞きまして、あ、そうです、はい、だからその加の町をねぶらりしてで皆さんに紹介してもらいたいなと思って、あ、なるほど、これどうや、そうですね、なんか僕も全然和歌山市自体があんまり来たことなくて、うん、あ、そうかそうか、はい、加もまだ行ったことがないんですよ。ほんま、はい、ちょうどよかった。ちょうどよかったですね。もうここから近いです。うん、こっからね、電車で20分ぐらいできると思うんで。結構近いところにある。うんうん、はい、だから、あの風光明媚な景色も含めてね、はい、ちょっと全国の皆さんに、はい、紹介してもらえたらと思うんで。わかりました。ちょっと今回はブラリやで。ブラリ。ブラリ。ブラリもうヒットの旅ということで。頼むで。はい、わかりました。和歌山の旅に、和歌山、加賀の旅になっちゃいますね。ただの誰、ね、ええやんか、ちょっと期待してるで、もうこれはちょっと絶対にもういろいろと宣伝してもらうかなと思って番組でもあのええ番組作ってくださいよ YouTube で、はい、ほんならやっぱりこう前回目標でも紹介できるっちゅうもんですから、そうですね、はい、期待してますからね、 ありがとうございます、 ありがとうございます、はい、ほんなら行ってらっしゃい、行ってきます。というわけで、和歌山のラジオ放送のとこから、まあ、大体歩いて10分、ね、また和歌山市駅に戻ってきました。で、まあ、ラジオで、前岡さん、前岡哲也さんに会ってきたわけなんですけど、はい、すごかったな、緊張した、緊張したわ、ここまで来るのにずっとふわふわしてた、うん、もう行くまではあ、ここ喋らんなんなとか、あ、会えるっていう感じで、まあ、行ったけど、行って着いた途端に、もう、真っ白になった。真っ白になったのと、なんて喋ろうって、いや、すごっとしか言わなかった。うん。うん。憧れなんだよね。そう。僕はもうね、ちょっとさっきも言ったんかな。まあ、和歌山では、もう知ってる人は多いかもしれないですけど、テレビ和歌山で毎週土曜日の、夜10時から放送してるちゃぶ台っていうテレビ番組があるんですけども、それの、MC が真岡さんがやってまして、もうちゃぶ台のねトーク、あの人むちゃくちゃすごいよ、なんていうかな、まあ普通、まあ、一般で働いてる人とかも読んで、まあ、ちゃぶ台囲んでトークするっていうコーナーがあるんやけど、それがもうめちゃくちゃうまいね、まあ、テレビに出てる人でも、まあテレビに出てる人でも大体さ、もうテレビでつながってる人とかってよく、まあ、言うやん、言うっていうかあるけど、一般の人でもグイグイっていう、もうあの人めちゃくちゃすごいなって、やっぱり前岡哲也さんってやっぱりテレビに出てるしラジオにも出てるけど、うん、なんていうかな、フラットなんや、ね、なんか接しやすいし話しやすいし、まあ、どうしても我々はさ知ってる人、まあ、テレビの向こうの人やから緊張してるけど、なんか緊張も和らいでくれるし、まあ、とりあえず前岡哲也さん、前岡哲也さん安心もう、なんていうかな、もうすっごい緊張しててもなんか解いてくれるし、あとはもうなんていうかな、ここ地元の人でも知らないとことか穴場とか、うん、全てもう知り尽くしてる人だから、もうここがおすすめや、ここは、まあ、行きなさいとか行った方がいいよって、もうぜひ行ってくれっていうとこもあって、まさか、まあ、僕も和歌山よく来るんですけど、和歌山でここにここにこういうやつあったんやっていう、ちょっと再発見ができました、できたというか、俺基本南の和歌山県内の南の人間だから、和歌山市内とかってあんまり来ることないよ、来ることまあないよな、ないからなんか新鮮そう、なんかもう初めて来たような感覚そうで、まあテレビでもそういうなんか
隠れた穴場スポットとかも紹介はしてくれるんですけどね、た、まあ、あのたまに食あのおすすめの料理食べてたりっていうとこも見てるんですけど、もうぜひ来てそのお店来てほしいっていう、なんか何やろ、なんかそういうキャッチコピーって言ったらかな、なんかそういうのすごい上手よっていう。でまあテレビもそうなんですけど、ラジオとかでもなんかこういろんな人を紹介してたりするから、そうそう、ね、まあ実は今回その、まあ、行った和歌山の放送局で、まあ、そのまよかさんあった理由なんですけど、理由って言ったら、まあ、その紹介がありまして、それがこれなんですよ、まあ、これがね、前回木曜日、あの毎週木曜日、まあ、今日撮影日がちょうど木曜日なんですけど、その、収録っていうか、まあ、生放送、生放送で、生放送の実は生放送の前にあの時間見つけてやってわざ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 時間を取ってくださってね、ラジオの前ってめちゃめちゃ忙しいのにわざわざ時間を取ってくださって、本当にもう頭が上がらないですよ。もう面白いんでぜひ、はい、ちなみに、まあ、今回その、心よくねその撮影というかその出演いただいたっていう理由も、実はあの彼がこの、前回木曜日のなんかお便りかな、手紙にメッセージを送ってて、それで、前にも1回コラボして、まあ、それはあのチームヒットの動画であの投稿してるんで、また見ていただいたら幸いなんですけど、 そこで、まあ、いつかまた出てくださいとか、まあ、うち来ないよみたいな感じで、まあ、お誘いがあって、まあ、今回ちょっとタイミングよくねあの来ることができて、もう本当に心よく言ってくださったので、まあ、もう王子様様っていう、ね、王子さんも、もう本当に頭が上がらないですね。あ、せっかくもう、なんか、てっちゃんも、あの、ファンに似てるっていうのを聞いてたんで、それやったらぜひ、ねえ、もう、ありとあらゆる人脈を使いこなして、もう、すごいよ。いや、もう、めちゃめちゃなんていうかな、興奮というかね、もうぐちゃぐちゃ隠してるからね。まあ、あの、ラジコの気がついても見てるんで、また、時間、木曜日、毎週木曜日の、最初のなんか1時から、3時ぐらいまでは、なんか、紀北地域のみでやってて、そっから、なんか3時ぐらいから、県内の全部の、ラジオの放送局でも聞けるっていうことらしいんで、まあ、あの、アプリだったら、どこでも聞ける。あの、どこに住んでようが、聞けるみたいな。見てください。はい。こんな感じで、テレビのね、こう、向こう側の、ヒートが、まあ、コラボしてくださるっていうね、真横さんに教えてもらった。そうですね、後編やん、後編かな、カナの方、そうですね、あのこの後はカナの方に行きたいと思います。はい、以上です、はい。